兵庫県は新型コロナウイルスの抗原検査キットの配布について、あさってから県内全体で1日あたりおよそ1万キットを配布すると発表しました。兵庫県の斉藤知事は今日の会見で、無料で配布している抗原検査キットについて、あさってから県のホームページでの申し込みを現在の2000キットの2倍となる4000キットに増やすと発表しました。さらに独自のシステムを導入している神戸市を除く県内33の市や町での個別の配布と合わせて、1日あたり1万キット程度を配布します。感染疑いや軽症の患者の検査で逼迫する医療機関の負担を軽減する目的で、今月5日から配布を始めましたが、申し込みが殺到しているため、お盆の帰省時期を前に体制を強化します。医療機関の受診というものを検査目的でせずに、自分で検査をしていただくという体制を市議長と連携しながら構築していくと。県では抗原検査キットや無料の PCR 検査場などで陽性判定が出た人で、軽症や無症状の場合は医療機関を受診せず、自宅で療養する制度にも登録を呼びかけています。